今日のメガネはアイバンですね。こんな感じです。今日のメガネというですね、今これベルボンの、今日紹介したのベルボンのキューブっていうものと、これですね、これはまあ結構古いです。こうですね、タクセンっていうのかな、このプロジェクターですね。このプロジェクターセットがあればどこでもプロジェクターを映せます。このしなるような感じで衝撃を吸収するらしいです。重量は 400g までが一応ベストとされてますが、うん、大丈夫、これをやっても大丈夫です。まずこれがこうなってますけど、こうやってカチャンカチャンとやりまして、ここを押さえ、ここを押さえながら、あとはこれでここまでいきます。で、途中で実はこのぐらいで使いたいなと思ったんですけど、それはストッパーがなくてできない。これだったらめっちゃ安定してますね、ミニとしては。うん、か2段階ですね。ソニーのカメラだったらもう完璧に全然問題なくつきます。とすごく簡単に安定します。簡単に安定しますね。こういう感じで撮れます。軽い、確か300ちょっとかな、50ぐらいだと思います。軽いです、すごくいいと思います。これベルボンキューブ、自分の好きなガジェットとしてはこれでしょ。アルファ5100ベルボン、 MacBook Pro、 そして何よりボーツ、持ち歩きで JBL